います。それでは早速第一部に入らせていただきます。まずは皆様こちらの映像をご覧ください。映像にもありました通り、2021シーズンは5月8日、9日の立川立飛大会で開幕します。そして各地で大会を開催し、その獲得ポイントで出場チームが決まる秋のファイナルグランフロント大会までを含めた大会を、国内トップカテゴリーのマイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021として開幕いたします。また新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、現状で全大会が確定しておりません。決まり次第、順次リリースなどでお知らせさせていただきます。ご了承ください。また昨年同様、新型コロナウイルス感染予防のため、ご来場については制限させていただく予定ですが、多くの方にご覧いただけるよう、インターネットライブ配信を予定しております。詳細は JVA ビーチバレーボール公式ウェブサイトにてご確認をお願いいたします。続きまして、本ツアーにご協力いただいている皆様をご紹介させていただきます。ツアー冠協賛として株式会社マイナビ、ツアー協賛に株式会社アクティオ、日清製粉グループ、全日本空輸株式会社、久光製薬株式会社、新井商事株式会社、協力として瀬能株式会社、株式会社ミカサ、株式会社モルテン。また本事業はスポーツ振興くじ助成の交付を受けて開催してまいります。よろしくお願いいたします。続きまして、第1戦立川立飛大会についてご説明いたします。日程は来週5月8日、9日の2日間。場所は東京立川市の立飛ビーチにて、新型コロナウイルスの安全面を考慮し、無観客で実施いたします。また先ほどお伝えしました通り、インターネットでのライブ配信を行う予定です。詳細は JVA ビーチバレーボール公式ウェブサイトや公式 SNS でお伝えをしてまいります。第1戦立川立飛大会はご覧の企業団体様にご支援ご協力をいただいております。また今シーズンのビジュアルはこのような形で展開をしております。大会概要のご説明は以上となります。続きまして、主催者であります公益財団法人日本バレーボール協会から代表理事会長の島岡健二よりご挨拶を申し上げます。島岡会長、よろしくお願いいたします。公益財団法人日本バレーボール協会、島岡でございます。本日ここにマイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021の会見を開催させていただくことにあたり、選手やファンの皆様の多大なるご支援及び特別協賛の株式会社マイナビ様と多くの関係者の方々の全面的な協力を賜りましたことを心より感謝申し上げます。さて、昨今の新型コロナウイルス感染拡大の影響により、選手やファンの皆様にとっても制約の多い環境が続いております。その中でビーチバレーボールを通じて元気をお届けしたいという強い思いを持ちまして、我々はこのマイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021の準備を進めてまいりました。本年度は5月8日9日の立川立飛大会を開催戦として、秋の
ファイナルグランフロント大阪大会まで複数の大会を予定してまいります。新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、先行きが不透明な部分もあるもので、あるものも事実でございますが、ぜひツアーを完走できるように関係者一丸となって取り組んでまいる所存でございます。マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021は、国内最高峰のツアーとして日本トップレベルの迫力あるプレーをお届けすることはもちろん、コロナ禍における新しい大会様式の中で、SNS の活用やライブ配信環境の整備により、一層積極的に取り組んでまいりたいと思います。ビーチバレーボールが持つ力を皆様方にいろんな形で応援いただき、熱いご声援をいただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。選手にとってファンの皆様、株式会社マイナビ様とご支援いただいた多くのスポンサー様と日本バレーボール協会が一丸となって、マイナビジャパンビーチバレーボールツアーからビーチバレーボール界の発展に取り組んでいきたいと思います。まずは開幕戦となります5月8日からの立川立飛大会にぜひご注目ください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。島岡会長、ありがとうございました。ただいま島岡会長よりご紹介がございましたが、昨年に引き続き、今年も株式会社マイナビ様にジャパンビーチバレーボールツアーの冠協賛を務めていただくこととなりました。国内最高峰のジャパンツアーの競技レベルをさらに高め、より世界につながっていく大会にし、ここから国際大会で活躍できる選手を今後さらに多く輩出していくこと、そして東京オリンピック以降の世代がビーチバレーボールにチャレンジしたくなるような魅力的な大会にしていく、大会を目指していくという趣旨のもと、マイナビワールドチャレンジ賞としてツアー上位選手に対して国際大会へチャレンジするための支援を行っていただいております。誠にありがとうございます。本日は株式会社マイナビ代表取締役社長執行役員中川信之様にお越しいただいておりますので、ご挨拶を頂戴したいと思います。中川様、よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました株式会社マイナビの中川と申します。先ほど発表いただきました通り、当社は2019年度、2020年度に続き、マイナビジャパンビーチバレーボールツアーとして、ツアーへの特別協賛と日本代表へのスポンサードを行うことといたしました。昨年は新型コロナウイルスの影響により、このマイナビジャパンツアーにおいても、立川大会のみの開催となりました。選手たちは日後の練習の成果を発揮する機会も少なく、とても苦しい1年を過ごされたことと思います。そのような中、今年は複数エリアで大会が開催される予定であり、大変嬉しく思っております。インドアのバレーと違い、ペア2人がオールラウンドプレイヤーとして2人だけで勝利を目指す。ビーチバレーは息の合った連携プレーやコート内の躍動感、自然環境に合わせた戦術など、非常に魅力的な競技だと感じています。この競技を多くの人に知ってもらい、ビーチバレーが日本全体で人気スポーツとなり、選手の競技環境がもっともっと良くなっていけばいいなと思い、本ツアーを引き続き支援させていただくことにいたしました。延期されたオリンピックも開催に向けて動いており、再びスポーツへの関心が高まっています。選手やファンの皆様、協会スポンサーを含めた関係者が一丸となって、ビーチバレー界全体を盛り上げ、発展させていけるよう、当社も引き続き尽力してまいります。まずは5月8日から始まる
立川立ち大会での選手の皆さんのご活躍を心より期待しております。最後になりますが、日本バレーボール協会様はじめ関係者の皆様のご尽力に感謝の意を申し上げ、私からの挨拶と返させていただきます。ありがとうございました。中川様、ありがとうございました。続きまして、マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021に出場が期待される選手の中から代表して、オフィシャルポイントランキング第8位 NTT コムエア株式会社所属の長谷川明子選手、そしてオフィシャルポイントランキング第7位東レエンジニアリング株式会社所属の二見梓選手をお呼びしております。早速ご登場いただきたいと思います。早速ですが、お二人に本大会にかける思いなどを伺ってまいります。それでは長谷川選手から本大会にかける思いをよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。NTT コムエア所属の長谷川明子です。2021年マイナビジャパンビーチバレーボールツアーが開幕されることを本当にとても嬉しく思ってます。またこのような情勢の中、たくさんの方が私たちのために開催されしてくれたことにとても感謝しております。試合はライブ配信とのことですので、会場に来られない方もたくさん見れるチャンスがあると思うので、ぜひご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。いくつか質問をいただいておりますので、はい、よろしくお願いいたします。まずですね、昨シーズンからの試合が少ない中、どのようにモチベーションを保たれていたんでしょうか。はい、この情勢の中、やっぱり試合が少ないのは分かっていたので、その中でもモチベーションを落とさないようにということで、2人で練習中も、もっと向上できるように成長できるようにということで話し合う時間を増やしたり、他のチームのビデオを見たりとモチベーションを高めるように意識はしてました。ありがとうございます。もう一つお願いします。現状パートナーの二見選手に求める、何を求めているかありましたら教えてください。プレーのことですか。そうですね、求めることはないので、試合に向けて自信を持って2人で力を合わせていけたらいいなと思います。ありがとうございます。続きまして、二見選手にお願いいたします。まずは本大会にかける思いをよろしくお願いいたします。マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021の開催にあたって、このコロナ禍の大変な中、いろんな方が大会を開催していただくために協力していただき、私たちがプレーできることに感謝しています。リモートでの無観客の大会となるので、カメラ越しに見てくださっている方々が熱さを伝えられるように、あとまたコロナが落ち着いたらビーチバレーを会場で見ていただきたいなと思って、そういう思いを込めてプレーしたいと思ってます。ありがとうございます。それでは質問もね、いくつかいただいておりますのでよろしくお願いいたします。まず現在のコンディション、仕上がり具合はいかがでしょうか。バッチリです。ありがとうございます。そしてもう一つ、昨年と比べて1年伸びたわけですけれども、プレー面、そしてメンタル面などお互いにこの成長した点があれば教えてください。はい、昨年1年はすごく試合が少なくて、最初の緊急事態宣言の時とかは本当に練習もできなかったので、そういった中で映像を見たりとか話し合ったりとか、本当にビーチバレーを深めることができたので、その点では1年延長されたことで得たものはいっぱいあったと思います。ありがとうございます。長谷川選手、二見選手、ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021は5月8日9日の立川立飛大会から秋に開催予定のファイナルグランフロント大会、こちらまで国内トップクラスの選手たちが熱い戦いを繰り広げます。
第1戦の立川立飛大会は新型コロナウイルス感染予防のため無観客での開催とさせていただきますが、ライブ配信も予定しております。そちらでぜひ皆様ご観戦をよろしくお願いいたします。それではここで第1部を終了とさせていただきます。ありがとうございました。皆様、第2部はこの後午後2時5分より開始を予定しております。お時間まで今しばらくお待ちください。
皆様お待たせいたしました。それでは第2部を始めさせていただきます。第2部はいよいよ5月に迫った東京2020ビーチバレーボール日本代表チーム決定戦についてのご説明となります。まずは大会概要からご説明いたします。東京2020大会において日本は男女各1チームの出場権を開催国枠として獲得しており、この大会で優勝した男女各1チームを東京2020大会ビーチバレーボール日本代表チームとして内定します。開催日程は5月22日土曜日、23日日曜日の2日間となり、女子が東京都立川市ドーム立川立飛、男子は大阪市北区のグランフロント大阪とそれぞれ別の場所で同時に行われます。会場で観戦するためのチケットが販売されるほか、決勝戦は女子立川立飛大会で TBS テレビ、男子グランフロント大阪大会で MBS 毎日放送での生放送も予定しております。続きまして大会にご協力いただく皆様をご紹介させていただきます。ゴールドスポンサー株式会社マイナビ、株式会社アクティオ、オフィシャルスポンサー男子グランフロント大阪大会女子立川立飛大会新井商事株式会社、男子グランフロント大阪大会グランフロント大阪、女子立川立飛大会株式会社立飛ホールディングス。以上、ご覧の企業様にご支援ご協力をいただいております。誠にありがとうございます。続きまして本大会の主催者であります公益財団法人日本バレーボール協会から代表理事会長の島岡健二より改めて皆様にご挨拶させていただきます。島岡会長、よろしくお願いいたします。公益財団法人日本バレーボール協会の島岡でございます。コロナ禍の影響により延期となってまいりました東京2020ビーチバレーボール日本代表チーム決定戦の会見を本日ここに開催させていただくことにあたり、ゴールドスポンサーの株式会社マイナビ様、株式会社アクティオ様のバックアップと多くの関係者の方々からご協力にあたる改めて感謝申し上げたいと思います。本当にありがとうございます。本大会は5月22、23に女子立川立飛大会、男子グランフロント大阪大会として男女を東京、大阪で同時開催させていただきます。本大会の優勝チームを今年の夏に開催される東京オリンピックビーチバレーボール競技の日本代表チームとして内定する大会となります。昨年に開催予定であった東京オリンピックが1年延期されたことによって、選手の皆さんにとっては非常に難しい調整期間となったことと思います。しかしながら、この1年間の経験を前向きに生かして、東京、大阪、それぞれの会場で最高のパフォーマンスを見せてくれることを期待し、記念しております。本大会は、いざ駅前決戦というテーマのもと、女子大会はドーム立川立飛立飛、大阪大会はグランフロント大阪という高アクセスの会場での開催を予定しております。現下の状況を踏まえて実際に会場にてご覧いただくことが叶わないかもしれませんが、一方で女子大会は株式会社 TBS テレビ様、男子大会は株式会社毎日放送様での放送をしていただく予定でございます。本大会を機会に、これまでビーチバレーボールを目にする機会のなかったファンの方々にもぜひビーチバレーに触れてもらいただき、知っていただき、その魅力を十分に感じていただければと考えております。日本代表が決定する瞬間を多くの方々にご覧いただくとともに、
決定する日本代表チームをオリンピックに全力で送り出す大会にしていきたいと思いますので、熱いご声援、ご支援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。島岡会長、ありがとうございました。続きまして、公益財団法人日本バレーボール協会ビーチバレーボール協会委員長、河合千佳氏より大会についてのご説明をいたします。河合協会委員長、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まず、今大会でございますけれども、東京オリンピックの国内予選といたしまして、男女とも開催するにあた方向になりました。本来であれば昨年度、女子は、高輪ゲートウェイの方で試合を行う予定でございましたけれども、そちらに関しましては、1年の延期ということもありまして会場が変更となることとなりました。まあ、男女揃ってこの大会でオリンピックの出場チームが決まるという大会になりますので非常に重要な試合になると思っております。この5年間選手たちは東京オリンピックに向けて必死に練習をして苦しい状況の中耐えてきております。本当に最後の集大成、オリンピックが最後の集大成なんですけども国内でまず勝つことで、東京オリンピックが決まるという大事な大会でございますので、ぜひ、選手怪我のないように、大会まで頑張ってもらいたいと思っております。またこの大会はシングルイリミネーションではなくて、変則のダブルイリミネーション方式という形を取っております。一度負けても敗者復活戦があるというようなちょっと特殊な対抗方式となっておりますけれども、ぜひ、こちら生放送でも行われますので、一度負けたからといって終わりでない大会でございますので、各チーム の, 関係者の方々応援をしていただければと思っております。注目としては男女とも強化して選手、4チームともに出ておりますけれどもやはり、シードの高い、男子でいきますと高橋長谷川ペア、石島白鳥ペア、こちらが、有利な形で、この国内大会ここまでの現状を有利に戦ってきております。女子に関しましては、石井村上ペア、そして、西堀瑞江ペア、長谷川二見ペア、鈴木坂口ペア、この4つどもえの大会試合になるかと思います。非常にこの1年間ブランクができたことによって若手の選手が非常にチャンスを得たというか経験を得て去年やっていたらちょっとどうだったかなというような状況も考えられたんですけども今年この1年伸びたことによって若手選手が非常に伸びてきてますのでこの4チームどこが勝ってもおかしくないような状況かと思っております。以上です。河合協会委員長、ありがとうございました。続きまして、東京2020ビーチバレーボール日本代表チーム決定戦の応援アンバサダーを務める麻生美和さんからコメント動画をいただいております。こちらをご覧ください。こんにちは、麻生美和です。この度、東京2020ビーチバレーボール代表チーム決定戦応援アンバサダーに任命いただきました。オリンピックが1年延期されて国内ツアーそしてワールドツアーも次々と中止が相次いだ昨シーズンは選手にとって本当に辛い1年になったと思います。そんな中でもオリンピック出場に向けて歩んできた選手の皆さんがこの代表チーム決定戦で今持っている力の全てを発揮してもらいたいと思いますしこの熱い戦いにかけた一つ一つのプレーをたくさんの人に見てもらいたいと思っています。5月23日に行われる決勝戦は生放送でお送りします。ビーチバレーの面白さはもちろん選手の熱い思いも伝わると思いますのでぜひご覧ください。そして YouTube では JVA の公式チャンネルで西堀武美選手そして溝江さやか選手に挑戦するビーチバレーボールチャレンジ略してビーチャレも配信されます。そちらもぜひお楽しみください。応援アンバサダーの麻生美和でした。
続いては東京2020ビーチバレーボール日本代表チーム決定戦に出場する選手の中から代表してオフィシャルポイントランキング第3位の ANA アキンド株式会社所属高橋匠選手、そしてオフィシャルポイントランキング第4位愛媛県競技力向上対策本部所属の長谷川義臣選手をお呼びしておりますのでご登場いただきたいと思います。それでは早速ですが本大会にかける意気込みをお二人に伺ってまいりたいと思います。まずははじめに高橋選手お願いいたします。はい、よろしくお願いします。この大会開催にあたってたくさんの方々のサポートありがとうございます。僕の所属先であった ANA セールス株式会社はこの4月に、分社化しまして、ANA アキンド株式会社に、なりました、所属になりました。大変な状況の中で、サポートしていただくことを、感謝の気持ちをプレーで返せるように感染予防をしながら練習頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。いくつか質問もいただいておりますのでよろしくお願いいたします。まず一つ目ですね、改めてオリンピックイヤーを迎えた今の心境を教えてください。はい、そうですね、周りからはすごい決定戦は一発勝負だねとかたくさんこう応援いただくんですけど練習が試合に出るなと思って日々の練習を頑張りたいなと思います。ありがとうございます。そしてもう一つ、お二人で意識して取り組んできたことがあれば教えてください。そうですね、去年から1年間ありまして、プレーの見直しだったりをしながら、僕は個人でワールドツアーの試合を見ながら一つ一つプレーの向上に努めてきました。まだまだ向上していきますので練習頑張りたいと思います。高橋選手ありがとうございました。続きまして長谷川選手に本大会にかける意気込みをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今大会にかける意気込みということなんですけども、僕はこの間先ほどあったマイナビジャパンツアーだったり今回の代表決定戦だったり、ビーチバレーボールということは変わらないと思っているので、僕の愛してやまないビーチバレーボールなので環境に左右されずに僕のできるプレーをいいプレーを選択して皆さんに楽しんでいただけたらなと思っています。ありがとうございます。今この環境に左右されずにというお言葉がありましたけれども、この海外遠征なかなか難しい中、どのようにコンディションを今整えてらっしゃるんでしょうか。普段はビーチバレーボールのナショナルトレーニングセンターである川崎マリエンで練習しているんですけども、コーチからは試合感がなくなるってことは普段の練習を試合と思ってないからそういう発言が出てくると言われているので、その部分は常に意識して、今日も午前中練習したんですけども、試合のつもりでやってますし、テンションとか気持ちというのは今度のマイナビツアーも今度の決定戦も全く同じ感じでいこうと思ってます。ありがとうございます。改めてオリンピックに向けての今後の強化ポイントがもしあれば教えてください。そうです、僕らのチームは、本当にボールの基礎技術とあとフィジカルトレーニングの基礎を徹底的に日々こなしてますので、代表決定戦に向けてオリンピックに向けて特に関係はなくピーキングとかも考えずにただ自分のスキル、フィジカルを日々上げていくっていう、それを変わらずにやり続けて積み重ねていくっていうのが僕らの強化方針になると思います。ありがとうございます。長谷川選手そして高橋選手にお話を伺いました。頑張ってください。ここで本日発表させていただいた内容を改めてご説明させていただきます。マイナビジャパンビーチバレーボールツアー2021は5月8日9日の立川立飛大会から開幕となります。今年はツアーを通してインターネットライブ配信も予定しております。詳しくは JVA ビーチバレーボール公式サイトでご確認ください。
そして5月22日、23日には東京2020大会の日本代表を決める東京2020ビーチバレーボール日本代表チーム決定戦が行われます。東京、大阪同時開催、チケット販売に加えテレビでも生放送がございます。ぜひ応援をよろしくお願いいたします。詳しくは専用特設サイトをご確認ください。さて皆様、そろそろ終了のお時間が迫ってまいりました。報道陣の皆様にはこちらの YouTube ライブ終了後、ご参加中の Zoom にて午後2時35分より囲み取材を始めさせていただきますので、そのお時間までそのままお待ちください。午後2時35分からとなります。YouTube ライブをご視聴の皆様につきましては、以上をもちまして2021年度ビーチバレーボールオンライン記者会見を終了とさせていただきます。本日はご視聴いただき誠にありがとうございました。